ます。明日です。もう3月10日木曜日、せーの、あー、さあ、おはとこのみんな、今日も一緒に最高の朝を過ごしていこうぜ。よっしゃ、やーま、頑張った。さあ、それでは早速行ってみましょう。今日も早起きは超ラッキー。ハッタグ、おはとさあ、この後テレビ画面を撮影してツイッターへアップ。今日のプレゼントはこちら。じゃじゃーん、おはっさ特製サイン入りパネルと、こちらのおはっさアニバーサリーストアグッズ9点をまとめてプレゼント。よっしゃー、シャッターチャンスは5秒間。今日はヌアラが全力で風船割りに挑戦だブ。いけぬわ。どういうこと？さあ、それではいよいよ行きましょう。せーの、よーい、スタート。ヌアラ行け、いけいけ、頑張りました。みんな写真撮って、写真撮って、さあ、いけるか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 、さあ、今撮った写真をこちらの文字をタグ付けして朝の8時までにツイートしてちょうだい。おはとのみんなは保護者の方に検索してもらってね。さあ、この後はおはっさ調査隊、将来こんな便利なものができたらいいなとみんなが思っているものとはなんだ。よし、レッツゴー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。じゃあ4月号は憧れのスマートチップウォッチ。軽いからスマートに装着、ボタン一つで時間を簡単チェック。ミントカラーは手元のおしゃれに大活躍。じゃあ4月号発売中。にらめっこしよう。いいよ、にらめっこしましょう。笑うと負けよ。アップ、ピッカピッカの1年生4月号発売。みんな行こう。小さな友達を守るため、大きな宇宙で大冒険。夢中になっているもの、それが今小学校でみんなも学んでいるプログラミング。かなとくんはプログラミングを本格的に学び始めておよそ2年。昨年作ったゲームがコンテストで1位になるほどの実力者なんだ。めっちゃすごいじゃん。プログラミングを学ぶとゲームや便利なものの開発につなげることができるんだって。そこでこんな調査依頼。みんなが将来こんなものができれば嬉しいと思っているものは。依頼をくれたかなとくんとつながってます。かなとくん、おはー、おはー、よろしくかなとくん。コンテストで1位になったってめちゃめちゃすごいじゃん。めっちゃすごい。ねえ、今はさ、プログラミングで主にゲームを作っているってこと？お、はい、そうです。うわ、すごい。ねえ、ゲーム作るとさ、どういうところが楽しい？自分のやりたいなって思ったゲームとか、作りたいって思ったものが実現できるところが楽しいです。すごい、形にできるってことだよね。さあ、プログラミングを生かして、かなとくんがゲーム以外でも作ってみたいものって何かある？宿題とかの問題文をカメラで見とったら、自動で問題を解いてくれるアプリです。うわ、すごい、最高じゃん。めちゃめちゃ欲しいね、そういうの。なるほど、 AI じゃないね。さあ、ではここで今回の調査依頼行ってみたいと思います。他のみんなもどんなものができれば嬉しいか知りたいってことだよね。他のみんながどういうことを思ってるかっていうことだよね。 OK、さあ、では早速おはっさを応援してくれているおはっさサポーターたちに聞いてみたので、どんなアイデアが出たのか見ていきましょう。ちなみにユーラはどんなアイデアが欲しい？
私は言葉を吹き込むとその通りに文字書いてくれる、うん、ペンとかあったらすごいなって思う。めちゃめちゃいいね、綺麗な字が書けるんだよね。 OK、ではかなた君、早速おは友達のアイデア見ていきましょう。これでみんなが将来こんなものができれば嬉しいと思っているものは、まずはセイラちゃん。皆さんに行きたらいいか悩むので、自分に合う洋服を選んでくれるアプリがあったらいいです。わかるよ。続いてはサトシ君、おはスマに行こうで。材料を入れると何でも好きな食べ物ができる機会があったらいいです。どんな食べ物ができたら一番嬉しい？ハンバーグとかね。ボリビア料理のクニャペです。クニャペとは南米ボリビアで食べられるゆかいもの粉とチーズを混ぜたものをオーブンで焼いたパンのことなんだ。美味しそうこれ。最後はりなちゃんの将来あったらいいなと思うものは、匂いが出るテレビがあったらいいなと思います。どんな匂いがしたら嬉しい？食べ物とかお花とか芝にいる匂いがしたらいいなと思います。みんなそれぞれ面白いアイデアありがとう。ちょっとどれも面白かったね。ちょっとスバニーの匂いどんな感じなんだろうね。あ、いい感じ、ありがとう。さあどんなものができるかな、みんな楽しみにね。さあそしてですね、ナブ、はい、どんなものがある？ナブ、なんか欲しいのあんの？欲しいもの、平和。まあそれはそうだよ、それはそうだよ、平和だね。ちなみにスバニーはこちら、はい、上に乗れるピザね、これがスバニーです。これがスバニー。ネギトロのルーピザが欲しいなって思ってます。たくさんのアイディア出たけど何か参考になったかな？はい、全部参考になりました。あ、いや、よかった。さあね、かなと君のように今プログラミングを勉強中のおはとももたくさんいたよね。さあそこでおはさんが今注目しているキュレオというプログラミングが学べるツール、こちらを見てください。どうぞ。ブロックを組み合わせるだけで簡単にプログラミングを体験学ぶことができるツール、それがキュレオ。キュレオを使ったプログラミング教室は全国2500カ所以上もあり、かなとくんのようにたくさんの子どもたちがゲーム作りに励んでいるんだ。こうきくんもその一人。ゲームができた時の達成感が楽しいです。今日出演してくれているかなとくんもキュレオを使ってゲームを作成しているんだ。特訓を重ねながら魔王を倒すゲームだ。なんとかなとくんは隠しコマンドを入れると現れる裏ボスまで作る腕前。この後スタジオで体験。さあ早速ね、裏ボスとサークミンがバトル中です。ご覧ください。いや、あのよ、これ攻撃よくうまく避けてよ、うん、攻撃してんだけどよ。おー、すげえ、敵が効かねえんだよ攻撃。これよ、これかなとくんが作ったんだよね。すごいよね、すごいな。これさ、かなとくん、このゲーム作るのにどれくらい時間かかるの？あー、これ7、8時間。なんか、倒した、倒した、すげえね、クオリティ最高だよね。さあ、かなとくん、これからもね、プログラミングを生かして楽しいゲームやみんなが喜ぶものもいっぱい作ってね。もう今の見てめっちゃワクワクしました。さあ、そしてね、キュレオについてもっと知りたいおはともはおはさのホームページをチェックしてくれ。かなとくん、そして質問に答えてくれたみんな、どうもありがとう。 Thank you very much。 すごい、すごいよ。おはとものみんな、さあ一緒に行こう。ソナーと分かれ、ログス城の奥に進む松丸くんたち。ここは大きな部屋だな。ついにここまで来たのね。でもここで負けてもらうわ。レイツェル島のボス、モッチ、問題を食べたり刃渡りで文字を散らかしたりするんだ。みんな気をつけよう。マストキサーチ。モッチのパラメーターは異常な動きをしている。油断できないよ、問題が出てくるよ。マスにひらがなを正しく入れたとき残る言葉は何？みんな力を貸して。矢印を全て吹き飛ばしてやったわ。矢印を吹き飛ばしてやった。赤と青の矢印は点線の左側にあったはず。
矢印は方向を表す記号だから。トヒトリダミパギ。さあ、選択の時だ。え、待って、マスにひらがなを正しく入れた時残る言葉は？みんなの答えが揃ったね。矢印は左と右を表していたんだ。だから残る文字は突破。よし、マスクリア。まさかここまで強くなっているとはね。認めてあげる。でもリドル様にはかなわないわ。モッチさん、すごい謎解きでした。でも次に会うときは違う謎解きで勝負しましょう。さようなら。再びモッチを倒した松丸くんたち、果たしてリドラの元にたどり着けるのか。さあ、未来からやってきたタイプが過去のお母さんへタイムスリップ。バックトゥザオハスター。今回は何年前の今日にタイムスリップをしたなぜ。バックトゥザオハスター。花ちゃんって MC の前はゆるキャラだったなぜ、ね、さあ次は何年前なのか、みんなお楽しみに。転がすイッチドラえもん、ガチャスイッチ、コロ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 ドカーン、コロン楽しさ転がせ、転がすイッチ、離れた的を狙い撃ち、スーパー空気砲スイッチ出た。チョコの卵パクッと潜った口で生まれる神恐竜ディラノン、ゴミテルカップにテラノアキドン、ステゴツキのブラキオン、アミコで作るポケットパンチの恐竜エクジャスト、キャラパキもガチうまい味噌汁だよ。はい、マッサで、はい、ビールで、はい、ゆうで、お味噌汁なのなのさに来るね、来るね。今夜のおかずは豆腐が一丁、となったらレンジのすすめ、豆腐を入れてチンするだけ。はい、麻婆豆腐よ。さあ続いてはデュエマだぜ。今日は今開催中の激アツイベントのお知らせ。いや、それが超刺激マックスカフェ。今ね、デュエマの CM をやってる長州力さんを記念した大会なの。待って、みんな長州力さんって知ってるかな。知ってる、ね、日本が誇る伝説のプロレスラーだぜ。この人長州力マックスカットは3月の土日祝日で全国のデュエマ公認店で開催する。誰でも気軽に参加可能。そして優勝すると大会オリジナルの長州力コラボカードがゲットできちゃう。よっしゃ、俺ちょっと何ダンスキレキレじゃん。いや、すぐ大丈夫。めっちゃ似てる。俺切り張った大丈夫。めっちゃ似てる。仕上げてきてる。詳しくはおはとんでいじょチェック。さあ、そしていよいよ来週の放送でファイヤとおはともたちのデュエマ限定の結果が明らかになるぞ。マジで受かっててほしい。ドキドキだね。さあ続いてはこちらも面白さマックス、今週のアニメデュエマ見たら飛ぶの。情熱のエールは情に届くのか。次回ゲームマッキング、情様を援護しろ、ジョーカーズたちの知られざる努力。続いてコロコロ最新情報をお届け、コロコロホットニュース。今日は悪魔的人気この漫画のニュースナブ。俺ちゃんはブラック、トップ YouTuber を目指す動画クリエイターです。ブラックチャンネル。 YouTube の動画制作を通して人間の本質を暴いていくという物語。そのブラックチャンネルと今話題の YouTuber がコラボ。それがバンカラジオ。あの怪力クソババ絶対許さない。天才小学生ヤネスケと最強の母ジーコとのちょっとおバカなバトルが大バズり中。この YouTube 調とかヨシケタマチは完全に支配したわ。今回のコラボではヤネスケ、キーコの前にブラックが登場。アーク
悪魔の力で親子バトルを激化させたり、ゲームの世界に巻き込まれたりと、とんでもないことが次々と起こる。コラボ動画はただいま配信中、みんな要チェックだ。わーすごい。ちなみにタクミ、ナブーの2人がブラックチャンネルとコラボするとしたらどんなことがしたい？いやね、人間の本性を暴くブラックのように、俺もいろんなもの暴いてみてえな。こんな感じでね、じゃあ今日は謎の生き物ナブーが普段どんなことしてるか俺が暴いてやるぜ。あれ、あ、意外と折り紙やってんだナブーって。折り紙は楽しいナブー。手先器用なんだ。折り紙は楽しいナブー。いや、折ってねえでバラしてんな。楽しいナブー。折り紙折らねえでバラしてんな。楽しいナブー。折り紙の醍醐味台無しだな。さあ、ニコブラチャンネルチェックしてください。ただいまの時刻は間もなく7時21分。みんな今日も友達と仲良く遊ぼう。喧嘩なんかするんじゃないぜ。続いて今日のお天気すばりよろしくです。はいはい、本日のお天気お伝えします。今日のお天気です。全国的に晴れるでしょう。東京から福岡は花粉がかなり多く飛びそうです。最高気温は昨日と同じか高く、昼間は日差しが暖かいでしょう。以上お天気でした。ありがとうな。バックトゥーザオファースター、頑張りまーす。頑張りまーす。はい、さあ、そしておちょこ、なんだこれ、なんですか、どれが欲しいんですか。懐かしいぜ、鉄拳さんのパラパラ漫画読みたくなったよ。それはダンスの方のパラパラだな。みんなのごちそうステージ、お手洗いポーク鉄拳戦です。お手洗いポーク、その政治界のカリスマ、カリスマ、お手洗いポーク。ごちそうステージはご手洗いポーン。みんなのごちそうステージ、ご手洗いポーン。チェックになります。マイヤさん、はい、アラビキ、ガブリエ、ご手洗いポーン。ゴリー、また遅刻だ。ご手洗いポーン。で、何時だと思ってるんだ。ごちそうステージはご手洗いポーン。うちの朝はお茶漬け。やったー、目覚まし食べて7分いいぞ。豚肉、キャベツ、とくれば焼きビーフン。焼きそばとは違う美味しさがビーフンだ。焼きビーフン。名探偵コナンゼミ通信教育。コナンだ。僕たちが楽しく学習をナビゲート。どんどん頭に入ってくる。一緒に問題解決。まずは1週間お試しキャンペーン実施中。謎解きも。名探偵コナンゼミ通信教育。頼んだよコナン君。任せて。僕たちが楽しく学習をナビゲート。通信教育はこれで決まり。まずは1週間お試しキャンペーン実施中。謎解きも。続いてみんな明日もチェックしてね。見逃せないぜ。さあカナト君、ね、今楽しみにしてること何かある？はい、もうすぐ卒業式、入学式があるので、うん、それが楽しみです。うわ、そっか、カナト君は次中学生だ。楽しみだね。さあカナト君、そして見てくれてるおはともるみんなも新しいステップ応援してるぜ。みんなそれじゃ今日も元気に。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あーはー、俺はアバチ、よろしく。